皆さんこんにちは、天運アーティストのあいこです。今日は1月23日のアマチャンネルをお届けしたいと思うんですけれども、今日は1月に会っておいた方がいい人、これはちょっとね、マニアックな話にはなると思うんですけれども、あのね、皆さんの魂って年齢がついてて、魂年齢っていうことを、まあ、こういうことがお好きな方とかは、もしくはこう私のね、例えばセミナーだったり、お茶会だったり、パワースポットツアー行ったり、こう直接ね私とお話しさせてもらう方とかっていう方だと、まあ聞きなじみのある言葉だと思うんですけど、あのどんな方にもね魂年齢っていうのがあって、この魂年齢ってそんなにね肉体年齢みたいにねすごい速いペースであのプラスにならないんですよね。で、今回ね会っておいてほしい人っていうのはちょっとね魂年齢を上げるための一工夫なんですよね。それをちょっとお伝えしたいと思います。なぜかというと、この1月23日っていう日に、ちょっと意味がありまして、でまたあのこのタイミングでね、ちょっとこう魂年齢上げるためのウォーミングアップじゃないんですけど、あのそういうことをしていただきたいなと思って今日はお話ししてます。だから理解できる方だけで今日の話はいいです。もしもなんかそんなんだけわからんしとかっていうことであれば、もう全然スルーしていただいて結構です。なので今日はですね、もう何も考えずに、1月ですね、このあと数日終わりますけれども、年齢が70歳、この70歳以上の方とぜひお会いしておいてください。もう絶対に後々ですね、あこういうことやったんかっていうことで、気がつく方は気がついていただけると思いますので、これは男性でも女性でも構いません。別に自分 の, あの例えば身内じゃなくてもいいので、自分がね今70歳代って聞いた時にパッとこうイメージする人って出てくるはずなんですよね。その人にぜひ会いに行ってみてください。これはリアルに会っていただく方がいいです。 できればお話ししていただいた方がいいです。あの全然ね、そんなに自分と深く関わりのある方じゃなくてもいいですし、あんまり深く考えなくて今パッと思ったその方で結構です。ぜひ会いに行っていただきたいなと思います。これの意味はさっき言ったみたいに、あのちょっと魂年齢をグッと上げていく、あのちょっとねおまじないみたいなものなので、この1月の23日というこの日にちょっとお伝えしたいなと思いました。今日これ横にジャスミン茶があるんですけど、あのまあわけわからん話ばっかりしてもなんなんで、あの今日できればこのジャスミンティー、最近いろいろコンビニで売ってるじゃないですか。これこの一種、これはローソンですね。あのでこれはどこのかな、なんかこれはアロマ入りのジャスミンティー、あのこういう今日はねジャスミンティーもあの合わせて飲んでいただいたらいいんじゃないかなというのは、今からお届けする天運カラーと天運ナンバーの、ちょっとサインの、意味もあってちょっとお知らせしたんですけど、今日の天運カラーは実は黄色なんですね。でそして、数字は9。実はこの黄色と9を同時に取り込めるのがこのジャスミンティー、ジャスミン茶なので、ぜひ皆さん飲んでいただきたいなと思っております。ということでまた明日もアマチャンネルをお届けしたいと思います。天運アーティストあいこでした。